こんにちは、まやこちゃんです。プリティこんにちは、日本心霊協会福福会長、しんしんレイレイです。お願いします。お願いします。まあ今日は、まあもう夏ということで、うん、やっていきましょう、心霊企画。ちょっとトイレ行ってくるわ。いやいや、ダメよ。いや別に怖くはないけど、まあまあまあいいや、うん、で、何まあ、YouTube、まあ王道のやってはいけない遊び、やっていこうと思います。いやまあでも、やってはいけないってね、うん、あるならやってはいけないんじゃないですか。やってはいけないことをやるのが YouTuber やろ。いや俺は YouTuber ではありません。そんな、うん、何なん。一般人です。一般人、はい、一般人でもやりたくないことはやりたいよね。やりたいです。やりたいです。はい、はい、ということで今回やっていくやってはいけない遊びっていうのは、まあみんなも聞いたことあると思うけど、チャーリーゲーム。はい、なんとなく聞いたことある。うわ懐かしいな、あれはね。そう、あのなんかすっごいでっかい工場があって、なんかね貧乏人のね男の子が、主人公の男の子がたまたま金のチケットあって、そのでっかいチョコレート工場に、それはチャーリーとチョコレート工場。あ、チャーリーゲーム。チャーリーゲーム、何それ。チャーリーっていう悪霊を呼び出すっていうゲームかな。なるほど。チャーリーっていうのはなんかそういうなんか幽霊みたいな感じなんや。そうそう、メキシコのなんか神っていうか、うん、まあ、そういう感じの悪霊らしい。ほうほう、うん、ではチャーリーゲームについてちょっと説明すると、もう分かりやすく言うと海外版のコックリさんっていうので、うん、チャーリーっていう悪霊を下ろして質問をすれば、ここになんかイエスとノーを書くんやけど、うん、で鉛筆を置くんよ、うん、その紙の上に。チャーリーさんいますかみたいなこと聞いたら、なんか勝手にイエスの方向に向いたり。なるほど。それはチャーリーさんが動かしたのと。そう、チャーリーさんが。そういうゲーム。なるほど、こういうのはまあもちろん面白半分でやったらいけんっていうのは分かっちゃうね。うん、絶対面白半分ですね。しないよそれはね。こういう儀式とかなんか、うん、ふざけた気持ちでやったりしたらマジでやばいらしい。そんな全然ふざけないですよ。途中で怖くなったりしてなんか飛び出したりとかしたらもっとやばいらしい。うわ、逃げたらいけんよ絶対。まあ、ちなみにチャーリーの正体はなんかメキシコのアステカ文明で語られる創造神テスカトリポカっていう神らしいし、ちょっと、うん、いや分かんないからあんま怖くないかも。実際なんかね動いたりしたらそれはちょっと怖いかもしれないけど、そんなことはありえないんで大丈夫です。信じない派。いや信じないでしょ。いや、ま、大丈夫かなって思ってるもん、この動画。あ、絶対動くわけないしね。まあ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 、まあ、とりあえず準備していきましょう。はい、はい、やっていきますか。まず必要なものは白い紙、うん、と鉛筆2本で、片方なんか削っとかないといけないらしいんで、なんかこれは何ですか。これチャーリーの仕業ですか。すっごい汚いんですけど、これなんか俺がただハサミで削ったっていうだけ。これはチャーリーの仕業ではない。ではない。あ、なるほど。呪われてはない。あ、よかったです、はい、でまず、まあ、ここに一人が十字を書きますと。はい、うん、はい。でその次ができた4マスに一人ずつがイエスかノーを書く。これイエスが4つとかでも大丈夫。ノーっていう選択肢与えてあげないと。ああ、なるほど。チャーリー君も泣いちゃうから、さすがに。イエス3つでもいいってこと。いや、イエスイエスノーノーかな。ああ、そういうことね、うん、まあ大体みんなそうかな。イエスで、ここにノーって書いてください。これなんか順番に書かんといけんのか。そう、一人ずつって書いてあるから。なるほど。おお、筆記体。はいはい、はい、急になんか海外に来た俺。次ここにイエス。チャーリー君これ読めるかな。ノーって。ふざけてんじゃん。いや、ふざけてないよ。いや、なんかさ、俺のオシャレがにじみ出ちゃうんだよ。ごめんね、ちょっと海外育ち出ちゃったけど。海外住んじゃった。うん。アメリカとか行っちゃった。いやいやいや。どこ行っちゃった。バチカン市国。ちっちゃ。バチカン市国の N はこうなのね。そうそうそう。なるほどね。はい。呪うならこの人だけにしてください。で、次に、自分が書いた文字の前に座る。俺こっち行かんといけんかもしれん。なるほど。え、でも俺こっちにノー書いちゃうけどね。まあまあまあ、そこ分身してもらって。で、座りましたと。はい。で、次に、ここに鉛筆を置く。で、この鉛筆が勝手に動くらしい。うん。なわけないですね。そんなことがあってたまるかって話。まあ、たまったもんじゃないね、動いたら。絶対逃げないでくださいね。逃げるわけないじゃん。絶対。動かないしな、まず。はい。次に、紙に向かって、チャーリー、チャーリー、あゆひゃと。うっ、おー、お前、お前呪われる。ああ、こいつやったわ。こういうやつ動いた。これ映画で一番最初に死ぬやつ。いや今のは、え、何、え、今の、うん、チャーリー来た。チャー、また早い。はい、真剣
ね、になってください。でどうするんですか。さっき言ったよ、チャーリーチャーリーアユヒアって2人で同時に、チャーリーさんここにいますかみたいな、なるほど、感じで真剣にやって、ね、うん、いきます。はい、せーの、チャーリーチャーリーアユヒア。でこれなんか動くまでやらんといけないし。あ、なるほど。チャーリーチャーリーアユヒア、チャーリーチャーリーアユヒア、チャーリーチャーリーアユヒア。大丈夫ですか。大丈夫ですかね。あれ動いたらいけないんですけど、動いてほしいよね。いや動かないでしょ、普通に考えてみらしいか。まだチャーリーさん、ちょメキシコからまだ結構遠いき。ああ、なるほどね、うん、もう何回か。あ、そう、2回やろ。オッケーオッケー。チャーリーチャーリー Are you here? ラスト、いきます。せーの、チャーリーチャーリー Are you here? これ来なかった場合は、なんか強制的に終わらせるらしい。まずチャーリーチャーリー Go away ってめっちゃ強く言うらしい、うん、限りなく、うん、その後にもうすぐこの紙破って鉛筆折らないといけないらしいんで。ああ、なるほど。こういう時のためにあなたは筋トレしてるんです。ああ、うん、なるほどね、うん、チャーリーチャーリー Go away っていう。オッケーオッケー。でその直後にすぐにもう全部破ったり折らんといけん、はい、了解です。任せたよ鉛筆。うん、任せ。せーの、チャーリーチャーリー Go away。あ、悪霊、悪霊、お前チャーリー、おい、おい、どうしたお前。おい、怖い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 。限りなく強く言えってことなんで、うん、限りなく強く言ってみました。とりあえず折ろう、とりあえず折ろう。ということで、チャリチャリゲームはこれにて終了。はい、はい、ありがとうございました。ほんとやらせなしなんで僕たち。こうなっちゃうんです。ほんとね、ほんとに気をつけて、うん、まあとりあえずチャーリーチャーリーゲームは終わりと。はいはい、ちょっとこれとりあえず今回はダメやったということで、次の動画でまた違う、うん、ちょっとじゃあゲーム用意してきてください。ほんとに、はい、すみません、僕を怖がらし、うん、こいつ絶対呪われる、チャーリー。次にまたね、面白いちょっと企画持ってきてくださいということで、はい、これで終わっちゃったらね、ちょっと視聴者の方もね、不甲斐ないということで、ちょっとじゃあ、お互いにじゃあ、怖い話でも最後して終わります。怖い話ある？いや、あります、あります。あるんや。ちょっと聞きたいな、普通に。あ、じゃあ俺から行かせてもらっていいよ。いいですか。はい、じゃあ、しんすけさんの怖い話、どうぞ。これはですね、僕が中学校の頃の、まあ、話なんですけれども、うん、僕一応野球部に所属しておりまして、中学校2年生からね、ちょっと事情があって野球部に入ったんですけども、でまあ野球部入りまして、まあね、僕小学校の頃野球やってたっていうのもあって、すぐにレギュラー取れたんですよ。でまあ普通にまあ試合も出させてもらってっていう感じで、まあね、順調に進んでいってたんですけど、僕の野球人生も、うんうん、まあ、ある日ちょっとまあ事件というか、事件、まあとあることが起きましてですね、あの野球って白線引くじゃないですか、引く、ラインを引きますね、うん、まあ、それ切開っていうのを使うんですけれども、うん、結構あれって野球やってるとスライディングとかヘッドスライディングとかしてると、あのね、吸い込んじゃうんですよ、その切開を、うん、結構蔓延しちゃうんで背中ね、うん、それと一緒に世界を蔓延してそれを吸っちゃうんですよね。で結構おおとかなっちゃったりするんですけど、まあ、それを結構まあ野球をやってる人ならわかると思うんですけど、それが結構日々あるあるなんですけれども、そうなんや。だけど、そう、日々こうやって白い粉吸っていってました。でも俺あんま嫌いじゃなくて、その白い粉であんま嫌いじゃなくて、まあ俺もうむしろ好きみたいな感じだったんや、もうその白い粉石灰が、まあ、道具置き場っていうのがあったんですけど、ちっちゃい小屋みたいな、その中にまあ、石灰のその入った袋が、予備の袋が何袋か置いてありまして、でまあちょっとその石灰好き欲がちょっとある日抑えられなくなっちゃって、もうちょっと黙ってちょっとこっそり開けちゃったんですよ。でそれでちょっと嗅いでたんですよね、よくちょっとなんか軽く叩いて、ちょっと蔓延したその石灰を吸うみたいな、
まあ、ちょっとこれおかしいことなんですけど、まあ、本当に世界が好きすぎてそんなことやってたんですよ。まあ、今思うと本当に何やってたんだろうと思うんですけど。でまあ毎日そうやってね、もうやめられなくなって世界を、まあ、吸い続けてたんですよ。でまあそこからまあ6年経ちまして、あの気づいたらあの白い顔になってて、であの YouTube やってました。